皆さんこんにちは。なるほど点です。今日もソート対 D3D で遊んでいきます。よろしくお願いします。さあ、レベル195いってみましょう。さあ、今日は日曜日です。何するか全く決めてないですけど、おーっと、これ色が、種類が違う。ってことは今日は難しいんですね、きっと。じゃあ、ドクロちゃんから行きましょう。外は寒いですね。どうしたらいいんでしょうか。カルピスウォーターファント、微妙に何にもない。お、これでちょっと待って、こっち、はい、わーっとサイダー出しますか。あー、赤色、ちょっと待って、これを2本同じでしょ。あと1個消したい、どうにかして。奥にあるけど厳しい。これは黄色出しますかね。はい、白、グレープ、うわ、ない。カルピス、カルピス、ないですね。これ出しますか。お、カルピスはいけるけど、果たして間に合うのか。お、ギリ。失敗だった。失敗だ。ギリじゃなかった。完全アウトでした。コインはたくさんあるから、まあ大丈夫なんですけど。さあ、僕もポイントをたくさんザクザク貯めたいですね。なかなか100、300レベルは遠いですね。黒出せないでしょ。ファントオレンジ、白。白。これも順番大切ですよね。まあいいですか。白出しますか。これで白出しておいて。わあ、こっちか。微妙に違うけど。お、白出てきた。やった。範囲に出していいか悩みますね。この下は後ろ割れ、オレンジ、ピンク、ピンク、黄色、黄色出しますか。ちょっと待って、先に出したらダメ、先に出したらダメ。順番が大切。お、黄色はそう？あー、いきますね、黄色は。はい。で、次は何を出すか。あ、なんか、あ、ロック外れてる。やった。よし。この茶色なんでしょうね。アイケーキって書いてある。ケーキってケーキですよね。ストロベリーショートケーキとかの。CAKE だから。多分そうなんですけど。お、サイダー。はい。もういけるでしょう。これで。よほど間違わなければ。さあ、ちょっと反応が鈍いんですよね。これは赤、何出しましょう。はい、グレープ、グレープあるからいけますね。はい、出して、これ出して、わあ、これはピン、オレンジがここに全部見えるから出しておいて、さあ、これでボカリさんを、ボカリさんもしくはアクリアス、オレンジがあればいいんですけど、ピンク、ピンク、黄色、パインが、まあいけるでしょう。これでウォーターメロン、黄色、はい、オレンジでしょ。一応出して、ほいほい、
サクロスナック、何味か分かんない。バーベキューって書いてある、よく見たら。バーベキュー味美味しいですよね。なんかお好み焼きチップスも好きだったんですけど、今売ってないんですよね。どっか売ってませんかね。まあでもネットで探したらありそうですね。ちょっと探してみます。ということで今回の動画以上となります。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。